もうね、怖いんだよ。英語が。何よりも。はい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで、本編どうぞ。で、ここから、本当はなんかさ、こう高速道路かなんかでスッと、スッとここに行かせたいよね。高速道路一本通すか。片側一車線というか、本当に行ったっきり帰ってこれねえやつで。どうするかな。結局、みんな一回左折しちゃうのよね。一回左折しちゃうから、こっから出すのがいい気がしてる。これで商品トラック、すごいいけるでしょ。ほら、ほら、もう早速使われてる。これあれだね、あぶねえ。これあれだねっつって。ちょっともう日本語では表現できないから言わないことにするわ。トラック。トラック。これで商品トラックすごいいけるでしょ。ほらほら、もう早速使われてる。いやー、トラックって言っちゃったな。これなんかちょっとオールージュみたいだなと思ったんだよね。言えなかったからさ、どうやっても日本語でさ表現できなかったから。さあ、トラックの分回しましょうか。もう僕トラックって言っちゃったんだよな。でも地味にトラックって初めてじゃね。なことねえか。じゃあ行きます。ルーレットは絶対どこに何をどのくらいで。ここはチャンスタイムが欲しいところ。いけんじゃねこれ。あ、いかないわ。川に地震18.0。でけえんだよな。これ 18.0 じゃなかったらなんとかなった気がするんだけどな。川に地震 18.0。 危ないかな、ここ危ないかな。ここじゃね、ここでしょ。ギリギリまだ海じゃないでしょ、ここは。さあ行きましょう。それでは再開します。よーい、始め。ドドン。貨物が死ぬ恐れはあったんだけど、あそこ。ただ貨物が死ぬぐらいだったらいいかなって思う。これ絶対吸えないよね。これ一方全身の陣しないとダメだよね。災害おばさんがさ、ああやってさ、英語をさ普通に言うじゃないですか。一回見とこ、一回見とこ、一回見とこ、一回見とこ。まあ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 、そうなるよね。そう、想定内、想定内です。なぜならこれが一番復旧が楽だと思ったから。ここを壊しました。今何してたんだっけ。あれだ、ポンプ一本全身の陣してたんだ。ポンプって言っちゃった。ポンプって言っちゃった。ポンプずるくない。取水場って言い換えてはいるけどさ、ポンプはポンプじゃん。じゃあ行きます。行きます。ルーレットは絶対どこに何をどのくらいで。いやー、ポンプね、何回いいだろうね。めちゃくちゃ言ってるよね。今日は本当に止まらない。いつになったら仕上がるんだろうな。本当にまだ仕上がってないけど。海に竜巻 5.0。 発生する場所角度によるな、被害は。いやー、まあ一番安心感のここだな、ここ。だいぶ浅瀬だけど、海は海。さあ行きましょう。それではルーレットじゃなくて、よーい、始め。死者問題がある。久しぶりに死者問題に直面してる気がする。これは火葬場、迷わず火葬場。よー、この
辺止めてるものを動かそうと思って、いろいろ起きてますいろいろ起きてます。あ、なんか電気が一気になくなってきたよ。あーよかった、竜巻はいいところに来てる。ただ電気がないよ。これだ。なんとか。なんだこれ、なんで、あーもうなんかすごいことに、いや電気足らな。あだ電気がだ電気がね、もう発電量足らないんだね。こりゃ太陽煙突さんかな、何にするかな。結局でも太陽煙突がさ発電量すごいんだよね。あ、よっさん、さあまた死者問題です。死者増えてるのか。あーそういうことか、墓地がいっぱいになっちゃってあれなのか、ダメなのか。で税金ちょっと戻していきたいんだよね。10にするわ。10 もう単位を言うのを諦めた。10にするわ。ほらもうね、税金が高いよって言ってる人が出てきてるから税金下げてあげたいのよ。で、ゴミが散乱してるんですが、あーこれ止めたまんまなんだ、この辺止めたまんまなんだ。よいしょ、これでなんとかなるでしょう。これやっとこさ需要をなんとかできる、時間になったんじゃないか。なあ、キューッと伸ばしてもういいんじゃないのいいんじゃないのあーうーんとかさ、あーしか言わなくなってきちゃった怖いんだよ英語が、何よりも怖いの語彙力ゼロ語彙力な、元からないのにな。あ、なんかこれ曲がったな。お、ゼロシティスカバンブルーレットゼロ、視聴者の名前は除く。そうなんだよな、そのコメント読めないけど、そうなんだよ。ゼロは大丈夫だけど、大丈夫の英語は大丈夫じゃないんだよな。そう、なんかこの道面白くないな、ここいらないな、ここ大きい区画にして、ここに何か建てたいね。ここら辺がなんか味気ねえなあれコメントって言ったっけコメントアウトだなそうなんだよな、そのコメント読めないけど、そうなんだよ。ゼロは大丈夫だけど、大丈夫の英語は大丈夫じゃないんだよなコメントはダメだなもうさ、なんで避けた先に全部英語があるの俺の選択肢さ、どれ取っても英語しかないんだけどさおかしくない、バグってない俺の選択肢。昔もあったな、こんなくだりあったよな、よくやられるやつだよね。行きましょう。じゃあ、まあ、コメントはアウトなので行きます。それではルーレットは絶対、どこに何を、どのくらいで、なんともだねなんともだね。真ん中雷雨 0.5、 雷雨ってさ 0.5 だと範囲が狭くなるのかな、それともさ壊れる確率が下がるのかなもう分からんよ。真ん中雷雨 0.5、 真ん中か。あ、ちょっと鱗町の皆さん、鱗町の皆さん、復活
したところ申し訳ないんですけど、でも真ん中この辺なんだよね、この辺。あ、まあ被害は出ると思う、 0.5 でも。多分 0.5 で唯一割と被害出るのが雷雨だと思うわ。さあ、じゃあ行きます。それでは用意始め、ドドン。ということで最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。